富樫勝也です。酒は飲まれるためのもんにあるんじゃ、武田真治です。そうなんだ。そう、たまには飲まれてもいいんだよ。どうしよう、酒も高安します。高安です。どっからの高安だね。ないがしあきらです。てかさ、一人でウーロン茶なんか飲みやがってよ。そうそう、まあいいじゃん。空気の読めない、酒飲めないんだよ。頑張るよ。空気の読めない後輩よ。乾杯。先輩すいません、いきます。間違いないやん。まあ、ボクサーの間はね、飲まなくたっていいよね。はい、ボクサーじゃないから。もっと頑張ってするから。もっと頑張って、はい。10日後に頑張ってする。10日後に。だって何回か頑張ってたの。一回引退してない？してないです。引退してないでしょ。引退はしないです、はい。してない。今日はね、はい、話題としては、セクゾーヤイガシチャンピオンが来てますから、はい、まあ、複数階級ということについてちょっと話してみたいと思います。おー、いいね。はい、ヤイガシチャンピオンは3階級。実は言うと私も2階級制覇してます。こちら1階級制覇、こちら2階級以上。2階級、3階級。すごいね。じゃあ、ごちそうになります。いや、大先輩お願いします。先輩お願いします。任せ。還暦のおっさんがいるよ。おい、お願いします。還暦のさん一番金ないんだから。うん、まあけどね、複数階級でもさ、タケちゃんも現状きつかったでしょ。きつかった、最後のね。ね、二十歳過ぎてからきつかった。そう、俺もまさにそうなんですよ。うん、スーパーフェザーに来るときに、はい、毎回、うわ、ライト級だったらいいのになと。試合1週間前で 61.2 キロは金頃行くわけですよ。あ、でそこからの 2.3 キロはもう地獄の苦しみなわけ。はい、で、ヤイガシ君のビーママ級の時競ったって言ったけど、はい、 そうですね、はい、それが1階級上だと楽なのになって思ってたでしょ。思ってましたね。はい、ここはもうリミットだったらもう、ね、終わったと思って、うん、正直な話、何キロ落としたの。僕はミニマムの時だと10キロないくらいですね。あ、でも、はい、次にあのクラスで10キロ 47.1 キロでしょ。47.6 ですね。 47.6 キロ。76、いやーきついわ。50キロ以下の階級で10キロは相当きついですね。きついきつい。40キロ台に突入するともう何も、うん、出なくなってくるとか落ちなくなってきて、じゃあ試合前相手のこと考えられないね。考えもう減量だけですね。そうだよね。はい、ああ試合終わったらこれ食べたいあれ食べたいって思った。もうそればっかりです。そうだよね、はい、考えたらさ情けないよね。世界のトップを争うやつがさ、ああチョコレートパフェとかさ、早くこれ飲みたいとかそんな考えてんだから。でも昔の人はそれがパワーになったんでしょ、ファイティングアレさんとか。あ、そう、20キロ落としたって言うんだよ。20キロですか。フライ級だよ。勝さんもそうだし、19キロとした。本当ですか。すごいよね。最高って言ってたね。俺最高13キロか。タケちゃんミドル級だからまだ13キロでもさ、まあこれいつものテーマだけど。そう俺背が高いから、きつかったのに死にたいんだ。関係ないから。体重の比率なんだよ。それ背高いとか低いとか関係ないんですよ。体重の比率は背の比率、骨太の比率関係あるよ。いやだけど、70キロ、72.1 キロの10キロと、だって私の10キロとさ、君の10キロはえらい違う。違うんだ、それ違うんですよ。背関係ないから。まあまあそれは永遠の課題だね。先輩焼きます。どうぞどうぞ。お願いします。あ、ありがとうありがとう、感謝。君の話は聞きたくない。いや違う違う。すぐに、あ、肉焼きます。いや、さすがだね。いやいやいや、はい、僕がやります。でも俺多分一階級したら下ろせっても絶対無理だったね。死ぬよマジで。俺はみんな大きくなるから。某番組で辰吉さんのことをこう言った時あったんですよ。何言ってたの？そう、某番組でね。その時に、あ、いいっすよと。フェザー級まで下ろしていいんだったらやりますよって言ったんですけど、実際本人が言ったらどうしようと思って降りてたんですけど、もう絶対フェザー級なんか無理。僕も落ちないだな。いや、力士と俺はよく落としたよな。漫画じゃない。漫画でもすごいだろ。漫画じゃない。こんなやつだよ。やりなしくわけだから、ミニマムからスライディングだから。超長楽だったでしょ。めちゃくちゃ楽でしたね。ただ怖さもやっぱあったっすね。まあ一回級飛ばしてあげて、そうなんだよね。どこまで、はい、パワーが通じるのかとか、パンチ力どうなんだろうな、すごい。どうだったの実際、そんな2回上げて。あんまり変わらなかったですね。そうなんだよね。はい、上げてみたらね、上げてみたら、はい、意外と変わらなくて、あ、こんなもんなんだっていうのがすごい。世代維持したのできたの。いや、僕はもう、あんまり ないですね。基本的に足元しか見ない人間なんで。じゃあ、世界戦。世界戦、一番最初は2007年かな。その前は何だったの、日本チャンピオン。いや、最初に東洋チャンピオン、5戦目で東洋チャンピオンになって。5戦目で東洋チャンピオンだったんだ。はい。で、7戦目であのイーグル共和っていうのに。イーグル共和、はい、挑戦して、顎を折られて負けたんですけど。あれでは顎を折られた。あ、共和に負けたんだ。負けた。え、7戦目で世界戦やったんだ。はい。立吉さんが8戦目でダッシュが最短あったんで、7戦目でやろうって言って。なるほど。はい、なるほど。
イーグルさんはその時は世界チャンピオンだもんね。そうですね、タイトルマッチやってたってことね。いや強かったなー、はい、イーグルチャンピオンは ね、 ね、いいチャンピオンだね、ね、はい、そういう顎折られて、顎折られて何日かかったの、何ラウンド、2ラウンドで顎が折れて、うん、でブランブランの状態で一応判定まで行ったんですけど、坂田みたいなもんだね、坂田君もそうだな、坂田もすごいね、坂田さんにその時24歳の6月4日にロレンソパーラに顎折られてるんですけど、うん、僕も24歳の6月4日に顎折られてるんですよ、うん、じゃあ顎折られる日にしようよ、顎折られる仲間なんですよ坂田さんが。マジ、はい、それ坂田さんが知っててくださってすごいなんか嬉しかったです。仲間感すごいね。大丈夫、はい、ありがとう、感謝。おいそれなんの。すごい。はい。すみません。気づかなくていいけど。はい、気づかなくていいけど、はい、俺のとこ行こないよ。いや今行きます。今行きます。はいはい、気づかないって言ってる。6月8日？6月4日です。はい。24歳の6月4日に。その時やめようと思わなかったの？もう無理だ。いや思わなかったです。はい、治ったらまた頑張ろうと思って。はい、こんな強いやつがいるんだ、そうそう、孫を骨折した結局、まあ、1年ぐらいできないの、1年ブランク空きましたね、はい、その後は再戦はしてないんだ、してないです、あのその次の防衛戦でイーグルさんが負けてしまったん で、 ん、はい、でそのタイジンに負けたんですけど、そのタイジンからその7戦目でタイトルを取ったのが井岡君なんですよ。ああ、すごいね、はい、イーグルに勝った子に勝ったの、はい、どう考えたら井岡って地味だけど強かったんだ、いや強いです、はい、派手じゃないや、強かったなんて4階級制覇してるから、そうだから、はい、強いんだね、強いですね、隙のないボクシングというか、まあそうだね、うん、安定していますからね、結構すごい打ち合いやったもんね、そうですね、当時は、そうだよ、あれもちやりすぎたらトコちゃんになったね、そうで青昔と今のこう違いといいますか、昔は具志堅さんみたいに応援回数をっていうのと、最近は結構負けなくて上げるっていうのがあると思うんですけど、その複数階級が価値あるのか、その防衛回数に価値あるのかっていう話は、まあ、いろんなところでこう話題、議論になる話なんですけど、まあ、これ価値としてはね、僕は思うんですけど、やっぱりあのこれね、井上チャンピオンみたいに、まあ、亀田君もそうですけど、負けないで、階級を変えていくっていうのにはすごく意味があることだと思うんですね、負けないでだから、だけど僕もそうだけど、やっぱり一回その階級で負けて階級を変えてっていうのは、やっぱり確かに連続防衛からさ、僕は劣るっていう、まあこれ持論ですけどね、負けて階級を上げてっていうのは、上げて2階級制覇3階級制覇っていうのは、具志堅さんとかの連続防衛からしたらちょっと僕は落ちると思うんですよね。どう思う？どうする？いや、自分もそう思います。あの自分がその複数階級してるからすごいとは思えなくて、逆に内山先輩みたいに同じ階級でずっと長い間防衛されてる方が精神的にはきついですし、そのモチベーションってどんどんなくなると思うんで、防衛回数の方がすごいんじゃないかなとは思うんですけどね。まあけどそれにしてもまあね、やっぱ複数階級もすごいっちゃすごいことなんだろうけども、まあ連続階級の方がやっぱり価値的にはあるかなと思う、うん、まあプレッシャーも相当かかってるしね、その中で勝ち抜くっていうのは大変だよね。僕長く防衛してると多分どっかでこうマンネリしてきたりとか絶対あると思うんですよね。また同じことの繰り返し、そういう言葉を言ってみてえなぁ防衛できなかった、何回防衛したしてないんだ、まあでも俺昔は防衛できなかったことに恥じてたけど、でも強いやつができたらもう無理だもんね、うん、いや、世界ミドル級取っただけでもすごいんだから、うん、その階級に井上尚弥がいたら、うん、もう永遠に世界チャンピオンになれないんですよいや、本当に日本でもすごいな、チャンピオンが出たよな。井上尚弥と結構スパーリングやってたの？やってましたね、はい、マジで、うん、彼が初めて会ったのは中学3年生の時、うん、僕は日本チャンピオンの時にうちのジムに来てスパーリングになって、その時は全然強くなくて、強くなかったんだ、はい、マジ、ちょっと強い中学生くらいの体力的な問題もあるしね、はい、うん、でもそこから、2年経って、僕その時世界戦前とかだったんですけど、うん、あのスパーリングしたらボッコボコにされて、ボコボコ相手中に、その時は高2ですね、高2か、はい、高2になってきて、うん、でやられて、なんだこいつはもうすごいなんかの全然別人になってたんですよね。ああ、やっぱ体力的な問題ってでかいじゃない。でかいですね。もう体もちゃんとできて、いくら技術があってもやっぱ体力的なもので押されたりとかさ、あと若いやつって伸びしろは半端じゃないもんね。その時まだうちのジムじゃなかったんで、うん、高校生だったんで、うん、その彼が来るたびに僕はその3日くらい前から体調をコントロールして、ここに中心やねと、はい、チャンピオンが負けるわけにはいかないと思って。コツ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 こう準備をしてスパーリングするけど、でもそれでもやっぱやられる時やられる方なんだ、多かったです。誰から見ても正直ない世界チャンピオンですよ。
現役チャンピオン？その時は、そうですね、チャンピオンの時もありましたね。へぇ、はい、それでやられたの？やられました、はい。へぇ、すごい。その時って正直どうなの？惨めなの？惨めでしたね。でも こいつとはやりたくないとか、はい、ジムっていろんなジムによっちゃもう、はい、こいつはやらせないとか配慮があるわけじゃん。はい、あでも向こうが来るんで、うん、断ったらかっこ悪いなって言って、あれやれよって言って、で向こうはあえて八重樫さんとやらせてください。そうですね、はい。なんかあのつい先日そのお父さん慎吾さんから話聞いたんですけど、その全日本選手権でアマチュアの中で勝てない選手がいると、それが僕にタイプが似てるから八重樫を攻略できたらそいつが勝てるっていうのでずっと聞いてて、彼が負けたいってなんかいるの？います、はい、林田太郎君っていう子に勝てなくて、で僕とずっとスパーリングして、高校生の時に彼が、はい、高校生のインターハイとかそういうやつ、いやその時はもうあの林田太郎君も大学生で全日本選手権の中で、なるほど、うん、勝てないと、で八重樫君攻略したら絶対勝てるからお願いしますって言ってくれて、まあはい、僕は それは知らなかったんですけど、なんかずっと来るんで来てくれんねんと思ったでしょ本当は。いやもうはいそりゃそうだよね、本当にやれてくれなかったんですよ。だけどもう向井ちゃんもやれって言うし、倒されたことはないんでしょ？倒されたことはないですね、まあ、聞かされたことあります、はい、まあ聞くのはね、まあ、世界チャンピオンが、はい、結構田口君が本はい倒されてるらしいよね。倒されましたね、はい、田口、日本チャンピオンの頃か、田口チームの田口君が井上チャンピオンに倒されてるんですね。はい、へ、まあ、でもそれでも日本タイトルマッチは田口君やりましたからね。 あそうだ、やったやった、はい、まあ、ね、いい試合でした。はい、あの八重樫君はさ3階級制覇のチャンピオンだけども、はい、自分ではそのどの階級が適正だったと思う？僕の適正だとフライ級です、ね、フライ級だ、うん、やっぱり一番最後、まあ、引退試合になったその試合もまあフライ級だったんですけど、やっぱりフライ級の動きがいいですね。あー、はい、スーパーフライ級で何戦かやったんですけど、あのもうフレームが違くてパワー負けはしないんですけど、なんかこう体格差をすごい感じてたんですよね。だからスーパーフライはちょっと無理があったとは言わないですけど、そこでチャンピオンになっても多分すぐに負けてたんじゃないかなと思って、うん、でも今あれでしょ、もう一回カムバックしてももう一回ぐらいチャンピオンになれると思ってるよ。はい、ね、絶対出てくるだよね、はい、ちょやった方がいいよ。はい、うん、畑さん、あとでじゃあ、お町会長に電話して、八重樫までやるから。いや、でも今の制度って、結局4団体って、はい、絶対チャンスあるもんね。うん、そうですね。昔、まあ、昔と今を比べたら、まあ、姿勢だけど、絶対それだけの実力もあるし。チャンスはでも、いや、だって、ね、どう考えても 2つより4あった方がチャンスはあるわけだから、ね。そうですね。なる確率は増えるんだよ。これどう考えてもそうだ。自分の噛み合うやつとかやっぱりいるわけじゃん。あるけど、年齢的にさ、これ以上続けたらこんなになるよ。それは嫌です。おいおい、聞きましたか皆さん、はっきり言いましたよ。俺も嫌だ。俺のここおかしいのは有名になってるね。売れていい。俺もね、いろんな人になってもいいけど、トカシさんだけ泣いてこない。俺も嬉しい。何が嬉しい？よろしくねえよ。嬉しくねえよ。誰か見本にしたとかある？やっぱりスタイル的にはやっぱり僕もマニー・パッキャオが大好きだったので、マニー・パッキャオの練習動画とかすごい見たりとかずっとして、あ、それで激闘なんだよ。そうなんですね。そういうことか。個人的にはユリオルキス・ガンボアってフェザー級の選手がいるんですけど、キューバの選手、ガンボア、ああいうボクシングがすごいしたいなって、まあ、憧れはありましたけどね、やっぱり。最近の選手でしょ？そうですね、内山先輩と同年代くらいの選手で、それをすごい好きです、ね、あれ強かったよね。強かったです、はい。無敗で何階級か制覇してるでしょ？もう3階級制覇しましたね。強かったあれ。内山君とどっちが先にチャンピオンだったの？内山先輩です。あ、じゃあ竹なんだ。はい。じゃあますます追いついてやろうって思ったやろ。そうですね。内山先輩はどんな人？素晴らしい先輩です。言えない。いや、俺言わないからここだけの話。ちょっと、声詰めて。怖いとか。でも4年生と1年だったら、あ、いじめっ子彼。いや、大学の頃ってそうなんじゃない？そんなことはないです。大学って頑張れないじゃないですか。大学だったら上からもう、バーンとな。まあ、そういう先輩もやっぱりいましたね。はい。ただ、そういう先輩に限って言えば、やっぱりその、自分は練習何もしないけど、おい、1年っていうような先輩が多かったんで。それは社会に出ても一緒じゃん。そういうボンクラがいるじゃない。はい。でも、内山先輩の場合は、誰よりも練習してる状態で、1年これがダメだぞ、あれがダメぞっていうんで、もう、何も言えなかったですね。内山君はキャプテンだったの？はい。あ、キャプテンなんだ。それはキャプテンはやっぱりね、人格に優れてないとさ。団体やるわな。はい、うんうん。怖かったですね。本当まともに話した記憶がないというか。内山も言ったけど、誰も
見てくんないからサンドバッグ永遠に殴っちゃってたよね。1年生の時はね、殴ってた ね, ね, ってたね。そうですね。それであの、あの体が大きくなったの。荷物版って言って、その試合にも出れない1年生がその先輩の荷物を見てる役でずっとそう言って 下積みがあったって言ってたんで、そういう こう背中見てるとやっぱり僕も自分もやんなきゃなって思ってたんで、なんかいい先輩に、女性いい先輩だね。じゃあ、はい、めぐられたのね、うん、他にいないの先輩、有名な人、有名な人、それこそあの先輩チャンピオンの川島一茂さんとか、やっぱりそのセンスっていうものはないのかもしれないですけど、努力する才能やっぱりあったのかなと思って。川島君ってどこだっけ、出身、千葉ですね。千葉だ、はい、柏の方で。柏、柏ですね、だっけ、はい、しっかりした企業さんに就職したんですけど、その同期の方がボクサーで応援しに行って、俺もやりたいってなって、すごいね、それでやるって。へえ、勝茂さん変わってるね。はい、また田舎いいんだろ。仲いいつか、まあたまに飲む。どっちが年上？あれつか。あいつか、あれか。先輩準備になってるからな。私の方が全然先輩だから。だから彼がいつも言うの、もう畠山さんはもう俺が4回戦の時にもうチャンピオンの人だから、もう目の雲の上の人だと。ああ、うわ、そうだよね、とりあえずだよねって言うから。そりゃそうだよね、かしげくん。いやいやいや、俺、言って、ね、言ってないや。俺、先輩準備になったの。君より年齢年上。先輩って言ってるじゃないですか。それは人前では言うじゃないですか、先輩。いや、せっかくジムをさ、はい、俺たちやってるからちょっと秘密を聞きたいんだけど。秘密、はい。まあ、どこまで喋ってくれるかわかんないけど、はい、大橋ジムの凄さはどういうとこ。凄さ、11月1日午前11時くらいから、井上尚弥、ジェイソン・マロニー戦、我々が生配信決定しました。やったー、やったー、井上尚弥、ジェイソン・マロニー戦の生解説したいと思いますので、やるよ。プロ野球の副音声みたいな形で、楽しんでいただければなというふうに思います。そうだね、こっち映像映ってんじゃん。だから誰かが実況しながら解説しないと分かんないんだよね、あの見てない人は。だから持ち回りで実況やろうよ。なるほど、うん、なるほどね。まあ西田ってあれでしょ、5ラウンドまで持たないからさ、誰か1回ずつだった方がいいじゃない。そうだね、そうだね、まあ5ラウンドで。あ、これ2ラウンドと思うんだよね、2ラウンド。俺も2、3ラウンド。いや、私はちょっと持たして足を使うだろうから、マロニーがな。まあまあ7ラウンドいないって感じ。いつも7しかやらない。そうだよ ね、 ね、7ラウンドとしたら今度坊主にするの。そうだよ、ね、金髪だよ。お前ら2ラウンド3ラウンドだろ。まあそういうことで楽しくやりますので、はい、お来てください、はい、よし。